皆さんこんにちは、ウエストコースブリーグのしゅんたです。24時間365日働けますかということで、今日紹介するビールはですね、こちらになります。ドン24 hour power ということで、ラベルも今僕ジャケット着てるんですけど、本当はねこうシャツも着たかったんですけど、こういう感じのゴリゴリのパッキパキに目が決まるようなビール用意しました。スタイルはですね、CBD が 15mg 入っているマウンテンペーレということで、まあ、その平時 IPA でもなく、ウエストコーストスタイルの、まあ、IPA とかでもなく、ちょうどこう中華音になったような薄濁り系の大好きなビールでございますので、飲んでいく。こんな感じの色ですね。これ向こうの方はね、確かに見えるんですけど、若干もやっとしてる。若干もや。まあ、いわゆる、ね、マウンテンペーレール、まあ、定義に外れてないスタイルだと思います。香りからいきましょう。結構シトらしいというか、あの柑橘感が強いですね。だからね、グレープフルーツとかのニュアンスが強いかな。で、ほのかにね、ちょっとパイナップルっぽい甘い香りもしますね。じゃあ飲んでいきます。あー、うめえ。これ朝から晩まで飲みながら働けますね。ニュアンス最初こう柑橘感強いって言ったと思うんですけど、味はね、なんかほのかにぶどうっぽさも僕は感じたりしていて、うまいですね。最初柑橘感で、あとがちょっとぶどう感みたいなところが見え隠れしていて、で、苦味はそんな強くないです。ほんのり最後下にこうほろ苦さが残るんで、すごくバランスいいなと思ってて。で、6% なんですよ、これ。ね、スイスイ入っちゃう。で、ちょっと今、夏までの春なんですけど、すごい、ね、体に染み当たってきて、エナジードリンクなのに、これから働ける。で、こちらのビールなんですけど、実はね、コラボレーションビールとなってまして、コラボレーション先がですね、過去2回出してて、これで3回目なんですけど、ニューバレーさんですね。双子玉、東京の双子玉川にあるニューバレーさんっていうの、まあ、ボトルショップでもありますし、店内飲食もちろん可能です。日本各地の美味しいもの、お酒もそうなんですけど、おつまみもすごく美味しいものを取り揃えていて、あの僕らはイベントをですね、参加させてもらいました。この間2月かな。3月かなに参加させていただきまして、まあ、ワインのイベントだったんですけど、そこでビール出店させてもらって、すごくいい交流を図ることができました。まあ、そこでこう話になったのが、このコラボレーションビールでございます。あの、コンセプトはですね、まあ、ちょっとエナジードリンク的な感じで、こう、まあ、一緒に動画撮ったんで、それも少し、あの、流したいと思うんですけど、まあ、古き良きというか、あの、僕はちょっと世代違うんですけど、まあ、バブルぐらいの時なんですかね、こう、バリバリ働くぞみたいなイメージの強いラベルアートと、まあ、そんな人たちのエナジーになるようなビールを作りたいというコンセプトで一緒にビール作りました。皆さんこんにちは、ウエストコーストブリングのしゅんたとニューバレーの千葉です。ニューバレーの吉岡です。ありがとうございます。千葉の自分の名前が出てこないっていう。今日はまあこの3人で、まあニューバレーと、ウエストコーストブリングのビールを一緒に仕込みをさせていただきました。ビール仕込むにあたってニューバレーさんの方から要望があったので、まあ、その要望に答えたんですけど、どういうコンセプトで作ったかっていうのを2人から聞きたいなと思って、ちょっとこうカメラに向かって喋ってもらっていいですか。はい、まあ、やはりあの日本人は元気がないと。日本人はもっと元気よく働かなくてはならないという、まあ、昭和生まれの私がですね、
ちょブラックっすね。今で言うブラック。はい、今で言うブラック。まあ、あの、企業の人、一トップとして、まあ、ブラックな精神を推し進めようという企画です。そういうコンセプトです。コンセプトは、もう一度日本人にブラックな元気を。ね、はい。あの頃の、バブルの頃の、あの、元気のある日本人のサラリーマンたちの活力を、出してほしいというコンセプトでお願いしました。スタイルは？スタイルは、マウンテン IPA with CBD。CBD。CBD？ バブル期の日本必要ですか？まあ、あの、バブル期なんで、まあ、あの、戦後のね、あの、広やめろ、使えなくなるから。使えなくなるからやめろ。まあ、仕込みの段階なんで、まだアートもビールも出来上がってないんですけど、まあ、それに近づけるようなビール作ってるつもりです。ありがとうございます。頑張れ、日本人。ということで、じゃあ、だいたい4月の、まあ、中旬ぐらいに出来上がるんで、はい、まあ、3週間ぐらい時間が来ますけれども、まあ、それまでワープということで、今日は、この3人で仕込みましたんで、よろしくお願いします。乾杯。ニューバレーの千葉代表と、吉岡さんはですね、あの、持ち船にも来ていただきまして、一緒に仕込みをやりました。まあ、そんな、いろいろな経緯があって、そしてラベルも今回、個人的にはすごく、面白いなと思ってるんで、今回、24 Hour Power、楽しんで飲んでいただければと思います。乾杯。